皆さんこんにちは。アメリカの大統領選挙は本当に複雑で大変ですね。14日各州で選挙人団による勝者認証が行われましたが、認証した人は犯罪者になる可能性があります。ジュリアーニ弁護士は、各州に勝者認証をすると犯罪者になる可能性があるから認証しないように警告したことがありますが、本当にその通りになっていくようです。というのは、ドミニオン投票機の不正投票の確認ができたからです。11月3日ミシガン州北部のある小さいカウンティーで、トランプの6選票がバイデンに切り替えられたことがありますね。このカウンティーには人口が約1万7000しかないのに、人口の3分の1の票が切り替えられたのです。この事件についてバイデン陣営は偶然な誤操作だと解釈しましたが、あるトランプ支持者の住民は、これは絶対に偶然なことではないと考え、この投票機には必ず問題があると、その原因を明らかにしようと弁護士に頼んで法律訴訟をしたのです。彼は一人で個人でやったから、彼の訴訟はあまり注目されなかったのです。しかし本当に勝訴したのです。その結果、第三者に依頼して投票機を検査することになったのです。しかし捜査結果が出た後、ミシガン州の検察官は検査結果を公表しないように命令したのです。弁護士は、検査結果、投票機に問題があると知っていても公開することができなかったのです。検察官の命令は法律だから。そこでこの弁護士はこのことを巡回連邦裁判所に報告したのです。結局最高裁判事は14日の朝、つまり各州で選挙人団が大統領選挙の勝者を認証する日の朝、検査結果を公開するよう命令し、しかも同時に検査結果の資料をトランプ大統領、副大統領、国務長官、国家情報センター、国土安全部、各州の議会などにも送るようにしたのです。公開された後、ネットではすぐ盛んに議論されました。検査結果とは、裁判所に認められた専門家団が警察の監視下で8時間かけて投票機16台について測定した結果、投票機はまさに不正投票のため、詐欺投票のために設計されたものだと判断され、いわゆる誤差、詐欺の確率は 68.5% でした。これは実際測定によって得られた結果です。標準誤差は25万分の1です。ですからこれは誤差とは言えないですよね。11月3日投票後、今まで1ヶ月以上経ったのに、この間投票機を当初の状態に復元する時間は十分あったのに、なぜ復元できなかったのでしょうか。投票機の設計者はこのことを考えたことがあると思いますが、なぜ復元することができなかったのでしょうか。すべての投票機はインターネットを通じて操られたと言われましたが、一体誰がどこで操ったのかは公開されていません。ドイツのフランクフルトかもしれないし、スペインのバルセロナかもしれないし、中国の香港かもしれません。皆さんも覚えていると思いますが、11月7日、ドイツのフランクフルトのサーバーが米軍に押収されたことがありますね。投票のデータはこのサーバーにあると言われていますが、するとこのサーバーを通じて操ったのではないでしょうか。このサーバーが押収されたため、投票機と操る端末がつながらなくなったため、アメリカ国内にあるドミニオン投票機はサーバーが取られた時点の状態に止まっていたかもしれません。現在ドミニオン投票機がリカバリされないように保護すると言われていますが、これらの投票機はリカバリされる前に保護されたため、中のデータが残っていたかもしれません。パソコンは操作記録が残る機能があるため、専門家たちは操作記録から不正投票の記録を見つけたでしょう。
だから全ての投票機が犯罪証拠となってしまったのです。そうしないと大元データを得ることができないでしょう。検査結果が公開されてからすぐ全世界に注目されましたが、アメリカの全ての主流メディアは報道しませんでした。しかしツイッターは今回例外にブロックしませんでした。トランプ大統領はこのことについて黙っていたのです。朝報告を受けたのに午後3時ごろこんなに大きな事件があったのかとツイッターで発表しました。この時各州での選挙人団の認証はすでに終わったのです。各州の選挙人団が選挙は不正投票だということを知りながら勝者を認証すれば犯罪になると言われています。今回の選挙において28の州がドミニオン投票機を使ったのです。この投票機はミシガン州では詐欺用のものだと裁判官に判決され、検査結果を14日の朝最高裁判事の命令で各州の選挙委員会と議会に送ったのです。だからこの検査結果は不正投票だと信用できないと知っているはずなのに、普通の人、常識のある人、物分かりの良い人なら必ず認証せず、自分たちが使っていた投票機を検査してもらってから認証するはずなのに、すでに認証したため問題は発生したのです。トランプ大統領も各州の認証が終わってからツイッターで発表したのです。まるで各州でバイデンが勝者だと認証することを待っていたらしいです。バイデン支持者が犯罪することを待っていたらしいです。バイデン支持者たちは刑事責任を取らなければならなくなっています。民主党の人、選挙委員会の人、州知事を含む犯罪の証拠が出てから認証したから、法律的には犯罪となるそうです。14日の認証では表から見ればトランプ大統領は負けたですが、実はトランプ大統領は魚釣りを知っていたでしょう。わざと黙っていて、各州の選挙に委員会、司法部門など、今回の詐欺選挙に参与した人たちが自ら自分の犯罪者だと認めることを待っていたでしょう。14日夕方6時ごろ、トランプ大統領はツイッターで、バー司法長官に誠に感謝する。バー長官は過去、非常に友好的に立派に協力してくれた。私はバー長官の手紙を受け取った。バー長官は23日まで出勤し、それから家に帰って家族と一緒にクリスマスのお祝いをすると書き、その後バー長官の辞表をアップロードしました。トランプ大統領はその後、現在の司法副長官の代理司法長官として任命し、もう一人を副長官として任命しました。バー長官は非常に意義がある人でした。ハンター・バイデンのスキャンダル事件が公開された9月から、バー長官は何もやらなかったのです。バー長官は何を知っているのかと、いろんな人に疑問されていました。リン・ウッド弁護士とパウエル弁護士、たくさんの人がバー長官は辞任すべきだ、バー長官をクビにするべきだと言ったことがあります。しかし、ジュリアーニ弁護士とトランプ大統領の弁護士団はこのことについて話したことはありません。11月に記者にバー長官を辞任させるべきだと聞かれたとき、ジュリアーニ弁護士はバー長官は今どこにいるのか知らないと言って、直接答えなかったのです。現在振り返ってみると、ジュリアーニ弁護士はバー長官が何を知っていたのかは知っていたようですね。バー長官の辞任の謎については次回コメントすることにします。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。